なんか見た目かな、わかる？なんかやん、なんかがわかんないね、なんか無理なんだね。やつなんかね、やつね見てちゃうね、嫌なんです。なんだろう、圧かな、なんか圧、なんかもうちょっと腰低い人だったら、あ、どうもみたいな、あ、無理っすね、ジッコラスか、無理っすね、なんかやなっすね、見てちゃうね、元気です、よろしくお願いしますみたいなさ、そう、謙虚さね、謙虚さ、あ、森山だった、向こうの一個ですね、僕の一個アピールしてきたり、結構20番ナイスナイス20番、あー見てちゃナイス、僕行こうかな、つまらなかった、20倍で200個でかい、東京行こうかな、みってちゃん東京だし、誤飲性肺炎ね、なんかよ、いや、くぼっち行ってもいいけど、どうしようかなと思って、雨でしょ、名古屋経由して東京行くか、それでもいいけどね、車でどうする、名古屋のさ、アジトが高いんすよね、駐車場が、思ったり、どっか安いとこねえかな、アジト、大須、堺、ゆかつか雨、新しい布団、いらないっつう、いらないっすねっていうの、ある安いとこ、名古屋駐車場めちゃくちゃだけ、1日止めて1万円取られたら1万、大須高っ、夜どこだっけ、瀬田信用銀行の瀬戸信用銀行の後ろのパーキング、さっけ800円あんの、嘘でしょ、平和公園、瀬戸、立花一丁目、笹島の打ち止め入れて電車リード、だるいな、だるいな、要はホースから離れてコインパーキングぶっ込んでってことでしょ、だったら新幹線でいいやんってなっちゃうね、車で行く意味で、駐車場貸してくれるんす？大須あるんす？それは助かるな、空いてんのかな？大須？中区？サイダーあった方がいい、車いるよね、まあなくてもタクシーでなんとかなるけど、あと歩きたいっすね、歩きたい、だからワンチャン新幹線でもいいかな、無理だったらタクシー使って歩いてね、土日白川公園路中 OK、 ほんと？路中 OK なとこあんの？ダメなんじゃない？怖いね路中、そうなんだ、見つけた瞬間、あのスロットでいうとこのリーチ目が入った時が嬉しい、パチンコでキュ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 みたいな、あの確定音が鳴った時ぐらい気持ちいいんですよね、大須とか広いじゃないですか、堺も広いじゃん、堺あん中ね、見つけた瞬間たまんなく、なんかね快感覚えちゃって、たまんねえんすよね、なんかわかります、なんかね
嬉しいの。すごい確率低いじゃないですか。右打ちみたいになるんじゃない。ケケケンケケケンケケケンケンみたいな。クボッチ派遣したケケケンケケケンみたいな。嬉しいんだよその瞬間がさ。だまた見失いたくなるね。わざとさ一回野生に返してまた宝探しみたいな感覚。うん。で今度さあのクボッチにさ毎日どこにいるか俺当ててよみたいな感じでなんか言ってきそうじゃない。そろそろもしかして聖司俺のこと探してるみたいな。毎日俺のなんかゲーム感覚にしてるみたいな言ってきそうじゃない。ほんで今度洋服をさあのウォーリーが着てるやつあるじゃん。赤と白のしましまのシャツ、しましまの赤と白の帽子、あれを着させようかなと思って。ウォーリーを探せみたいな。アマゾンで買ってさ赤白見つけやすいように。で人に聞くのにさ赤と白のしましまのおじさん見なかったですかって。上着がごこらすこいのんちゃいです。でそのウォーリーの服にどっかちっちゃいポケットみたいの縫い付けてエアタグ入れようかなと思って。もう分かんなかったらこれ使いますねエアタグ。うん。あれ食い倒れ人形のさ食い倒れ太郎ってさあれウォーリーと一緒なの衣装って。どうな一緒衣装ワンチャンナンバーに売ってる赤白のボーダー無理かないか食い倒れ人形食い倒れ太郎あれ赤白だっけ一緒だっけウォーリーと。あ違うかも違うわ違うねウォーリーじゃないね違うわ横だね横と縦なんだね俺横かと思った違うんすね。うん。これ着させてもいいっすね。でもこれ目立つわ赤白のおじさんいなかったっすかって違うわここも胸のとこがお腹のとこ横なんすね横島のここが縦なんすね腕も縦なんすねズボンも縦。ウォーリーって どういう服だっけジーパンだっけウォーリーウォーリーあれウォーリーってどうやって書くのスペルスペリスペルはウにちっちゃいオスペルは何なんて打つのウォウォってなんて打つのウォなんてで打つのウォーリースペル教えてダブルオーでいいのダブルオー重たい女になっちゃう重たい女になっちゃう重たい女になっちゃうって重たい女になっちゃう重たい女になっちゃうんだって。ウォってどう書くのウォウォ WHO ウォ U と LO ULO お出た出た出た難しいなおいおくったこれかこれをクボッチに着させたらすぐ見つかるんじゃね。これ売ってねえんかな。あ、待って。売ってるやんこれ。売ってんのこれ。コスプレ。売ってるやん。仮想コスチューム。
黄色バージョンもあるやん。サイズな、これドンキだりそうやな。ドンキにウォーリー、これ子供バージョン。あ、親子で着れんのこれ。 3XL？ これ着させるか。ステッキもいるの。破ける？あ、ステッキ持ってんな、ウォーリーさん。足悪いんかな。ステッキ持ってるわ。うん、カスタムするか、くぼっち全部。いや、デニム無理やな。スウェットじゃないと無理だな。無理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 やな。これな、よう見たわな、これな、子供の頃な、これ見たわ。これどこにいんねんみたいな、暇つぶしでな、暇つぶしで。どこやねんって、絶対ないやんっていうのもあったよね。絶対ないやん、ないのにこれなんなんみたいな、あったよね。サイズあるよ、どこみたいな。めっちゃめっちゃ探したことなかった。フェイントあるよね、フェイントも。どれみたいな、これくぼっち探してみたいな。こん中でくぼっち探すの大変やで。ほんと俺すごいよね、奇跡で。毎回探すもんね、見つけるもんね。めちゃくちゃ熱い。見たことあるでしょこれ。こんな端っこにはいねえべみたいな固定概念があるからね。こういうとこからまだ見てって、どこみたいな。いる？どこ？見つけた人、アメちゃんあげるわ。見つけた人。見つけた？匂いする？あ、あ、ちょっと来てるかも。あれ？あれ？ちょっと匂うな。あれ？くぼっち来たな、これ。近いな。寝てる？あれ？この辺か？あー違うな、自分が臭いのかなこれ。なんか匂うは匂うけどな。左上どこ、いたの、いなくね、いる。これ見つけるの大変だなマジで。ウォーリー、これプロってるやついる？ウォーリーマニアいる？ウォーリーマニア。匂いっすね。あ、靴が臭いっすね。靴がいないよね。どこにいるのウォーリー。クボーリー、どこにいるの。クボーリー、クボーリーを探せ。右上、クボーリー。さっきいた？クボーリーいないんだけど。赤白、もう俺も目が痛くなってきた。これやめていい、これストップ。右ちょっと固定するわ、固定するね。これブレ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 だとさ疲れちゃうから、見てる人。はい、どこ、これ いないやつもあるんじゃない。どこにいんの？クボーリー。いなくね？マジでいないわこれ。クボーリー寝てんじゃん、どこに。絶対嘘、これ見つかんねえんだけどマジで。手前？どこよ。コンビニの中、酒買ってる？
いや見つかんねえ。7の上、7の上、数字の7、どこやねん、どこやねん7って。まあ、その数字が分かんねえや。カレー食ってる？シャッターの近くでそれ違うか、それくぼっちな、リアルくぼっちの方な。それ階段下、これ階段下、ここにじゃ分かんねえじゃん。階段の下ってこの下にの裏にのじゃ分かんねえじゃん。これ映ってないじゃん。上だよ、中尾にいる。公園、公園がないっすね、ないっすね、公園いないっすね、僕いないっすね、公園いないっすね。ビコ引いてる、どこだ。さってね、いらないっすね。上だよ、ずれた、上、わかんないっすね、わかんないっすね、大丈夫っすね。逮捕言ってる、これ逮捕。ストップ、オッケー、ストップ。ここなの、ここに、このアングルにいるの。いや、いないと思うで、このアングルの中には。ないっすね。名前はジ、ジ。逮捕行ったべ、いないっすね。わかんないっすね。フィッシュ、フィッシュ、ジ、いないっすね。いないよね、これマジで。ずっと見てるけど見つかんねえもん、マジでいねえよこれ。消されてるわ。左見たいっすね、左。これいいっすね、これで、これいいっすね。これ左っすね。見つかんないっすね。右っすね。絶対いない。右もずっと映してたけどいない。 俺がもう断言する、絶対いない。この中にはまずいない。右っすね。うわ見つからん、これ。もう誰かもう丸つけてて、これ正解教えて、これ。もうめんどくさくなってきた、これ。おった、どこに。だから7の上だから。7ってどこ、7ってどこ、数字の7がないよ。まずどこにあるの、どこに数字が書いてあるの。セブンイレブンがあるの、この中に。モンジョリの汽車に乗ってる、絶対嘘。乗ってない、乗ってない。汽車の中、絶対嘘。汽車ってこれだぜ。どこにいんの、いないよ。どこにいんだよ、いねえじゃん、いないよ。逃げたっすね。右だって、左から3つ目。1、2、3、乗ってねえよ。嘘つくんじゃねえよお前。たわけ、たわけ。あら、汽車入れて4台目のおばあちゃんの子、汽車入れてこっちから1、2、3、4、いないじゃん、いないじゃん。ずらすね、ずらしてねえよ。布団かぶって見えない、人違いだよ、いねえよ。その数字の7って言ってる人何なんだろう、どこに数字があるんだろう。数字なんかない、全部英語なんだけど。ないよ数字の7って。
違かっただろ。どこに7が書いたの。ストップ。うん、炊き出し行っちゃったね、多分。いないわ。マジでこれいないわ。イライラすんな。ウォーリーってイライラするね。これイライラするわ。見つかんないと。もうやめないもん、これ。イライラしてきた。俺、性格悪いかも。なんかイライラしてきた、これ。ストレスたまんねえ、これね。7あるじゃんって。どこにあんの、7って。どこ？俺見えないんだけど。どこに見えてんの？ 7 なんかねえから。マジで。あったら謝るよ、俺、マジで。マジでないじゃん、数字なんか。トランプ？ファミマだろ？ストップ。はい、ストップ。わかんねえね。7つってんだけど。数字の7だつってんの。何言ってんの？老眼なの多分。何を見てんの。見えちゃいけないもの見えちゃってない、それ。幻覚。セブンイレブンないよ、これ。もう7ばっか見ちゃうわ、追っかけちゃうわ。7とか言うから、そうやって。ないのにさ、ウォーリーを探せばいいのに、数字ばっか見ちゃうわ、そうやって言うから。気になること言うから。バンクの上ん、バンク、バンク、これだろ。バンク、バンクの上にいるの。どこに7があるの。これいないべ。いないいないいない。右にいるの。どこ。いないっすね。マジでいないっすね、これ。うわ、こんな難しかったっけ、ウォーリーって。子供の頃簡単に見つけなかった。もう何回も見てるからさ、友達がさ、指さしてくんだよ。ここだよとか言って、バンクの上に数字が書いてある。7って、どれが7なの。下手くそなペンキ職人がこれ適当に塗ってるだけじゃん、これ。どれが7なの。人が7に見えた、やかましいわ。違うわ、7じゃねえから、人だから。見えちゃいけないもん見えちゃってんじゃん。記者の左。何が記者、これいねえよ。いない。これか、もしかして。これひょっこり出てる、これか。これだったらマジ意地悪だぞ。これなの？こいつ？違うやんな。違うよね。いや、マジで見つかんないっすね。イライラしてる。これ答え合わせないの？なんか。ウォーリーの絵本ってさ、答えあったっけ？丸とかついてるっけ？次のページに。正解はここでしたみたいな。バンクと赤い屋根の間。いや、いないっすね。絶対いないっすね。絶対いない。いないっすね。絶対いない。見つけた。どこ、オリン、どこ、どこ、どこにいんの。7かどこか教えるよ、それな。オリン見つけたって。ワンモアサロンの横。ワンモアサロン、どこだ。ワンモアサロンがいっぱいあるんだよな。サロン、サロン、こっちもサロン。ワンモア、ワンモアサロン、どこだ。ワンモアサロン、画面どこ。画面中央、水色の看板。水色、水色の看板。ワンモア、これワンモアじゃねえよな。画面右、ああこれね。ワンモアサロン、
のどこ。うーわうーわ、あーすっきりした。おった。うーわー、これはわからんわ。よく見つけたな。うーわ、よく見つけたこれ。これはずるい。顔だけやん、これ。これはわからんわ。やば。こいつ。もっとさ、こうやって全体、体全体のやつかと思った、俺。はっきり映ってんのかと思った。無理だろ、これ。ボーダー探すよね。もうちょこっとしか出てない、ボーダーが。なら関係ねえ。無理やで。これは無理やで。無理ゲー。こんな人いるんだって。こんな人いて。無理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 。今日はネタ切れなんで、ウォーリーを探せやります、今日。今日丸一日ウォーリー探せやります。いいですか？ウォーリーを探せ。ネタ切れなんで。いいっす？平和で、平和ですけど。どれ、どれ行くかな？これ行くか。ウォーリーを探す。7探す？ 7 はもうええって。気持ち悪い感じしたなんかな。振り毛染まってない。これはあかん。でもこれはさっきより分かりやすいかもね。黄色と水色だからね。あ、俺見つけちゃったもん。見つけちゃった。これは分かりやすいわ。おった。くぼっち。早い。これはでもここら辺とか見ていっちゃうよね、やっぱ。こういうの見ていっちゃうよね。早い。早い俺。おった。飽きてきたな。飽きた。くぼっち探したら面白いわ。くぼっち。くぼーりーを探せ。どうするか。靴が乾かないとな。靴が、靴が臭いっす。靴が臭いんですよ、歩きすぎて。しかも雨降るでしょ。雨降るでしょ。靴濡れるっしょ。濡れるっしょ。また臭くなるやん。また洗ったの、洗ったの今ね。昨日ワイドハイターつけて、で洗濯洗剤でこすって、あ、ダウンも臭いよ。今ねファブリーズして干してたんだけど、臭いっすね多分まだ。うん、重曹入れて匂いする。マジで重曹買った方がいいかな。ちょっと臭いっすよね。入っても一日で臭くなる。マジで。なんで臭くなんだろうな。ワークマン。私も久々の趣味、のんびり見て。あ、そうなんだ。見て、じゃあ東京行くか。じゃあ東京新幹線で。あ、ドライヤー入れる。東京も行きたいな。東京か名古屋どっちか行きたいな。なんか、なんか東京でさ、安いホテルでさ、アジトにしてさ、なんかしたいな東京で。でもなんかネタないんだよな東京って。ある？なんかくぼっち以上のネタある？なんかないかな。東京ないっしょ。名古屋しかない？ないよな。名古屋で部屋借りる？誰か止めてくんねえかな、名古屋で。
名古屋アジトにできないかな、女の子。アジトにしていいとこねえかな、ロボッチ。あ、なんすかこれ、高級猫。あ、ありやす、アジュちゃん。ありやす、猫ちゃん好きなんか猫。あ、さやかちゃんの家にする、アジト。さやかちゃんの家、くぼちどうでもよくなっちゃう、それ怖いんだよね。さやかちゃんち行くともういっかみたいな、おい、もう何のために名古屋来たんだよって言われそう。なんかさやかちゃんとなんか鍋とかしてる方がよくねみたいな。おい、さやかいらんって書くねってめえ、ふざけんなお前、 NG 入れるよお前、いるだろお前。ララ2つ部屋借りてるから1つ借りてる、なんで知ってんの、なんで知ってんの、ララが2つ借りてるって、なんで知ってんの。そうなの、さかちゃんかわいい。配信で言ってた、2つ借りてるって。借りるか、アジトにするか。うん、今日はさやかちゃんちで、今日はララちゃんちみたいな。なあ、すぐな、さやかいらんとか書くババアよ、ほんと性格悪いね。ね、ほんと NG 入れようかな、ムカついてきた。なんか今なんてムカついてきた、どうせババア書いてんだろうなと思って、ムカキンの気持ち悪いババアが。なあ、気持ち悪い。はるかるです、ババア。なあ、俺若いんだから。10年返してもらってるよ、うん、なあ柴田、ほんまにいらんことするぜ、ほんと恥を知れ恥を、クソババ気持ち悪いな、うん、性格悪く、何なんだろうね。10個ラスコイ、アジュちゃん、ありやす、優しい。どこの子、アジュちゃん、名古屋かな、こんな可愛い子が。ありがとね、さやかより若くてごめん。さやかちゃん何歳だっけ、さやかちゃん何歳だっけ、30超えてるっけ。あれ、さやかちゃん何歳だっけ、20代だっけ、25やんね、25やんね、さやかちゃん30いってないよな、25、6やんね、めちゃくちゃ若いやん、25やん、めちゃくちゃ若くね、うん、発言がな、いや中卒じゃないでしょ、若いな、さやかっち。さやかちゃん好き、ララちゃんも可愛かったよ、ララちゃんも配信始めた、うん、いいと思うよ、まだ若いしね、まだ若いもん、うん。稲荷はもう当分食べたくないですね、好きだったんだけどなんかね、いらないですね稲荷は。うん、もうよっぽど寝たない時に作ります。うん、謙虚な子がいい、男もそうじゃない、森山みたいなダメじゃないやっぱね。え、男もそうだよ、いきなりあんな、なんか今土台を作ってるんでとかさ、なんか勘違いしてんじゃん、土台も何もねえのに。マネージャークリケツ、
マネージャー何してんだろうな。俺もダメっすね。加藤、加藤しか勝たんやん。加藤最強でしょ、うちの加藤さんね。綺麗でしょ、美人よな、うん、あ、ちょっと待って、昨日さ、めっちゃゴミ出したやん。ゴミどうなったか見てきていい？ちょっと見に行く。もうね、ゴミのダストボックスがあるんだけど、もうパンパンになっちゃったので、ゴミ箱の蓋してさ、その上に乗っけたよ。回収されたか、シール貼られたまんまか、どうなるかちょっと見に行く。こんな出しちゃったんだよ、めっちゃ出しちゃったんよ、ゴミ。どうなんのあれ、持ってかれねえんかな。見に行く。ちゃんと回収されんの？なんかシール貼られてさ、放置されてない？どうなってんの？何でも OK な、何でもいいの？え、あ、書いてあるやん。ん？古着、腰古着は普通のゴミを出しからさ。あ、 OK な。何がいるの？ゴミ処理券は30センチを超える棒状で1ミリ。これはダメなの？ゴミのなんか貼らなきゃいけないのシール。これ小さいよね、多分。これ小さいよね。ここのフロアのゴミ捨て場がここだけなの。いっぱいフロアあるんだけど、フロアにあるんだけど。いや、俺専用じゃない。何件ぐらいあるんだろう、10件ぐらいあるんじゃない、このフロアだけで。10件分のゴミ、そう、各フロアにあって。そう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 、今の紐は靴の紐、あそこ置いてあるの。もう乾いたかな、靴まだかな。ファブリーズでびちゃびちゃにして、乾いたかな。あ、乾いてるわ、びちょびちょにしたんだ。匂いちょっと匂いますね、臭かったよ。あ、あ、臭い、臭いな、臭いといえば臭いな、臭くないといえば臭くないけど、ちょっとそっち系の匂いはしてるな、ワンちゃん。ちょっと、うん、ちょっと嫌だな。何なんだろうな、この匂い。負けたな。くっさまではいかないけど、くっくっくみたいな、あーみたいな、マジかみたいな、ちょっとあーみたいな。これ絶対放置、このまままた吐いたらまたあの匂いになるなみたいな。何なんだろうな、この匂い。何で臭くなんだろう、俺足。嫌な感じですね、ちょっと。いや、あのね、香水は絶対ダメだと思う。除菌系じゃないと多分ダメだと思う、これは。汗なんかな、
菌が起きやすい。香水ダメだよね。あー、コインランドリーの靴洗い、それみんな言うんだけどさ、俺信用してないんですよね。信用できるのそれ、行ってみる、それ大丈夫なの、クリーニング、靴の本当に匂い取れるのそれ。子供靴洗う、匂い取れる、ただ汚れは取れると思うけど、どういうあれなのそれ。だってあの洗車機みたいにブラシとか出てこないんでしょ、中をこうやって洗ったりとかないんでしょ、どういう原理なの靴のクリーニングって。コインランドリーでしょ、靴の形がボロボロになる、熱で殺菌する。10円玉って言うよね、よくブラシついてるの、中がブラシになってる、嘘だろ、丸洗いする、靴、コインランドリー、どういう原理なんよ靴の洗うやつで。これあれ、こいつ、あ、これか、靴の乾燥機、あ、ブラシついてるわ、思いっきり、あー、これは綺麗なんの、これ真ん中にブラシついてるわ、で、乾燥機入れんの、乾燥乾かないの、なにこれ、これ中洗えてないやんか、中は外側だけやんか、うん、中洗えてないよこれ、意味あるんこんな、クリーニングなのきれいになるし消臭できる、え、クリーニング屋に持ってけるの、靴なんか持ってけないでしょ、中洗う気味ないって、回ってるだけだこれ、ダメなんじゃない、中が外じゃないんだって、中、え、あの何、ワイシャツとか出すクリーニング屋に靴を持ってけるの、嘘でしょ、靴やってるよ、嘘、新品の靴みたいになる、クリーニング屋中も綺麗になる、中敷き出せない出せない、くっついちゃってる、 あのやつは白洋舎、聞いたことある、白洋舎、中敷き変えらんないんだよ、くっついてんだよ、あのスニーカー、最悪なことに、オゾン洗い、靴もできる、湿度高い時に靴が臭くなります、持ってきて大丈夫だよ、でも今日乾かないよね、今日は無理やんね、これ匂いを取りたいんですよ、匂いめっちゃ臭いんですよね、臭くなるんですよね、なんでなんだよ、俺ちゃんとね、あ、足の爪とかね、あの赤が溜まりやすいから俺短くしてんすよ、自分で今まであのみっちゃんとかウィータンにやってもらったんですけど、自分なりに深爪したんですよ、深爪思いっきり切って匂わないように切ったんですよね、ここが臭いんですよね、ここがで短くしたんですけど、短いでしょ、綺麗にしてるのに深爪すぎる、臭くなるから爪だけは一応短くしてるんですけど、なんで臭くなんだろう、もう爪全部取っちゃう、いらん、もう爪いらんか、爪が臭いんですよね、爪っていらないですよね、ぶっちゃけ正味、マニキュアとかするわけじゃないし、
もう取っちゃう爪。どこで取れんの爪。いらんけどな。産んでない。皮膚の角質。もんじゃりも足の草がクリーム塗ってる。足の性感。爪いらんくね。指の間が臭い。うん、ちょっと トイレ行ってきて。お腹痛くなっちゃった。爪のなんかうんこの匂いしてたら。ちょっとうんこしてきていい。腹痛くなっちゃった。
腹痛いですね。なんでうんちが黒いんだろう。なんで黒いんだろうね。真っ黒。死ぬのかな。え、ストレス？セージさん、チョコか。大腸がうんこが黒い。宿便？宿便じゃない、宿命みたいな感じ。靴下毎日変えてる変えてる。靴毎日履いちゃダメなの？同じの。嘘、毎日同じの履いてた、めんどくさいから。黒ダメ。あ、ソファーぐらい黒い。匂い大丈夫。硬い。ダメなんだ。死んじゃう。やばい、真っ黒っすね。胃からの出血。5本指はね、履くのと脱ぐときめんどくさいからやめる。これは鉄剤飲んでないです。飲んでないです。タール弁。赤黒かね。貝食べてないです。同じ靴履いちゃうっすね。めんどくさくて。出すのが。靴ってめんどくさくない？同じの履かない？なんか日に日によって変えるのがめんどくさくない？毎日履いちゃうっすね。めんどくさくて。それが原因なんです。黒便危険信号。チュールか。あ、昨日のチュールか。マネージャーからもらったチュールか。毎日履くよね。きなこもちゃやす。きなこください。2、3足使います。あ、毎日履いちゃうっすね。それが原因か。きなこもちゃです。いや、今日出てもいいっすけどね。ただ天気が悪みちゃんなんですよ。だからくぼっちを探せ。ちょっと天気がね、恵まれないですね。あ、ひいママのお兄さんありやす。いや、あの子はレインコート着ないよ。あの TikTok 動画見てないでしょ、あなた。あのカンタ君が雨の日にね、くぼっちに傘差し出したんだよ。濡れちゃうからいらないよ、これ使ってよくぼっち、俺店近いからすぐ帰るから、濡れないから。いらないっすね、いらないっすねって断ったな、傘。うん、もらうわけないじゃん。そう、ひでみのお兄さんだよ、ひでに。ちゃんと見てね、 TikTok 断るから、僕らすから。いないっすね。あー、りんちゃんありがとうね。りんちゃん絶対可愛いでしょ。顔映ってなかったけど、可愛いオーラ全開だったよ。うん、好きです、ああいう雰囲気の女性。もしよかったらね、ご縁があればね。僕はもうこれ以上は何も言えないんですよ。あの出会い中になっちゃうんで、規制されちゃうんですよ。うん、言えないんだよ、これ以上。そっちからアクション起こしてくれないとね。くぼっち荷物になるのが嫌。そうなんだよね。うん、誠司社長、秘書は募集してませんか。秘書、
秘書兼事務員いるからな、なんでもやが今いらないっすね。もっと会社がでかくなったらね、いるかもしれないですけど、一人じゃ間に合わねえっつって、うん、ゆくゆくっすね。ねえねえっつって LINE してスタンプしてください。ねえねえかまちょ、名古屋行くか、臭くてもいいか、足寝袋どうなんだろうな。一応ゴミ袋渡したけどね、あの指定ゴミ袋、ビニール袋の厚さが結構あるやつね、あれ引きずっても破れないかなと思って、結構高かったっす。10枚360円ぐらい、うん、いや事業展開考えてますよ。山買ったりね、なんかしたいな、バーとかね、バーやってみたいですね。でも飲食はあんまり釣ってましたね今ね。飲食は、うん、もう大阪ばっかりバーあるから東京でやってもいいかなと思うね。東京でバーね、誰かしら使ってくれるでしょ、配信者さん。山を買ってなんかできたらいいな。山でしかできない配信、キャンプとか、うん、キャンプ場、うん、きなこもチャンス、あ、税金かかっちゃう。ゴルフ場、あ、いいっすね。全然ゴルフできないけど、何やろうかね、事業展開何がいいんだろうな今。あ、ダメだって、銀行が貸してくれないって、飲食店。なんか銀行からもその事業だったら金いくらでも出しますよっていう事業がいいっすよね。なんかあればね、あるかな、別荘、グランピング、なんかねえかな、入りそうなこと、うん、風俗ビルがいいっすね。デリヘルが最強なんじゃない、デリヘルが金かかんないじゃん。ダメ、何がいいんだろう、キャンプ場がいい、傘をたまに見ます。でもあのふわっちの傘主さんね、見るけど、やっぱり香ばしい人いないっすね。いない。これから売れそうな勢いのある子。なんなんだろうね。前はいたんだけどね、いっぱい。この子絶対大手になるなっていう子いたんだけど、今いないっすね。簡単にこう大手になろうとして、近道をしようとしてるやつが、大手さんの悪口言ったり、ね、数字が取れてるところの現場に行くだけとか何にもせずね、そういう人がいっぱいいる。なんか簡単になんか大手になるんです、いないですよね、なかなか。うん、前はいたんだよ、木本くんとかね、すごい配信魂持ってる、配信が好き、配信ではもう沸かすぞみたいな、自分の力だけで行くぞみたいな、自転車で東京から大阪とか行ったりね、うん、でアンチの祝電にも負けずカプセルホテルに泊まったり寝カフェ行ったり、ガンガンかかってくるんだけど、もう沸かしてたんですよね毎日。日の本くん、そういう若手がね出てこないですね。誰にも売名とかせずに、木本くん1000人ぐらい言ってたからね、
で、あとやる時間短いんだよね。今いるんだけど、プラチナプラスの人、短い時間が、配信時間が、ほんとやめちゃったね。大手さんになったけどやめちゃった。あ、多分あれじゃない、リスナーさんと付き合ったのかな、向いてないと思ったのかな、どっか行っちゃったっすね。まあいたんですね、ガッツがある人いたね。炎上なしではやっぱり閲覧上がれ、まだ始めて1週間苦戦する。なんでやめたか分かんないですね。本人に行かないと。女ができたのか。キエーとか言ってたよ。キエーありですとか言ってたよ。ありがとうございますを、ありですって言ってたよ。で、その囲いさんたちがありのマークをブワーってコメ欄埋めるんで、ありですありですアイテムがあったらありですありですキエーとか。キチがやってたんだ、キチが。どっか行っちゃった。やんでたんだ、あれ。みんなアリのマーク、ブワーって書いて。アリです花火アリです。結構若かったんだね。外配信でさ、車にクラクション鳴らせながら、あの、道渡ったりしてね、プーッとか言って、鳴らされてさ、お、鳴らされてんぞ、お前。そこ渡っちゃダメなんじゃねえの。動画残ってないかね、木の本くん、ふわっちあるかな。あー、ないね。動画にも上がって、あ、あるな、あるけど、ひどんなさんとのコラボだな。反対ではないね。動画職人ついてないね。いないね。いないわ。ひどんなさんとのコラボだけだ。ひどんなさんが上げてんのか、これ。某配信者のお宅に訪問。あ、入れ墨入ってんな、これダメだな。がっつり入れ墨入ってるわ。見せらんねえな。この人ね、この人いたんだよ、覚えてる、木の本。覚えてない、この子。右下ね、おったでしょ。この子マジで才能あったんだよ。やめちゃったね。うん、ある。んー、あー、もう似てるかも。ちょっと面白かったよね。心霊もやってたね。旅してたね、チャリンコで。気合入ってたよね、当時。これいつだっけな、5年前か、これ5年前、2018年、5年前。キエーありです、花火ありです、ありです。ってことは5年も年取ってんのか、この子は。当時若かったの、まだいなくなったね。病んでたね。でもさ、闇配信してた、ね、最後らへん。もう向いてないかもしれない、セリスナーさん。俺、沸かすときは沸かすんだけど、家で雑談すると100人ぐらいになっちゃう。それを病んでたね、ちょっとね。もうダメかもしんないみたいな。人気がないのかなみたいな。もう終わりだもん、ワコンだ。どこで何してるか分かんない。うん、ツイッターも分かんないですね。てかアカウントがあるのか分かんない。木の本探してみる。
そこにツイッターのウラルとか貼ってあったら近況が分かるかもしれない。僕毎日読んでますよ、誹謗中傷で。柴田の毎日。ああ昨日もと出てこないわ。なんていう名前なんだ、きのっちなんだっけな、ふわっちのアカウント名わかんねえか。昨日もとだよね、出てこないね、アカウントが。消したかもね、アカウント全部。昨日もとだよね、ないわ、検索しても出てこない。もう柴田に毎日誹謗中傷、もう毎日病んじゃってます。うん、毎日すごいな、病むよね、嫌になっちゃう。うん、今もいたらさ、結構ないいとこにいると思うね、木本くんね。ガッツあるしね。もうプラチナプラスになってんだろうね、多分。忍法がバトルしたい ?100 年早しといて。うん。俺とバトルする、しようなんぞ。200年ぐらい早しといて。舐めてんのかって。うん。まずプラチナになってから来いっつってて。雑魚すぎて。相手にならんよ、舐めるなよ。マンスリー4冠のね、聖司様がやるわけないでしょ。うん、調子に乗んなよお前、あんまりバカ野郎ねえ、勘違いしちゃってんのちょっとなあ。ポットでが調子乗りやがって。また食わせるよお前、また口の中入れちゃうだろ、またお前、乾燥機のゴミ。なあ、きなこもちゃです。忙しいんだよおいらは。主婦もやってんだよ、配信もしながら。主婦も洗濯とか大変なんだよ。あ、いい匂い。うん、イケメンさんです。ちっちゃいです。ねえ、忍法さんやってないでしょこれ。家事洗濯大変なんだよ、うん、これね、これめっちゃいいです。めっちゃいいです、最高の匂いです。いいっすね、柔軟剤は多めに使わないとダメですね。ピンクもいいけどね。忍法が助けを求めて、なんで柔軟で大事です。乾燥機はこのままですね。これですね、洗濯機と乾燥機一緒ですね。感じですね。昨日のシューズ今ファブリーズして干してですね。誰も助けてくれない。何から助けてほしいの。まあそれが分かんないですね。何から救急車呼んだ方がいいじゃない。よく配信者で助けてくださいとか言うしてるんだけど、力を貸してくださいとか言うしてるんだけど、鬱陶しいよね。今すぐ配信を切って救急車でも警察でも呼べとか思うよね。うん、
配信とかしてる場合じゃねえよね。本当に助けてほしいんだったら。黙れ。うっとうしいよね。そういうやついるよね。もう今すぐ配信を切って救急車呼んでおいと助けてくれとか、なんなん、たわけだよ、たわけ。欲しいよね、そういうやついるよね。なんなんだろうね、そういうやつが書いて助けて助けてとか配信つけてさ、誰が助けるかよな。甘えてんじゃねえよ、舐めてんのか。民法理想が政治頼む、何を助けんの、何を。パスポートもないってない、何を助けんの。一回ゆうたろうのさ、あの動画見せたいよね、ゆうたろうの動画、イベントとか助けてとか言うやつ。黙れ、一回見せたよ、陰謀殿に。あー、ちょっと濡れてんな、ちょっとあかんな、これもう一回やっていい、ちょっと湿ってるわ、湿ってるわ、ちょっと濡れてるわ、ちょっとあかんっすね。あ、もういいの？やんなくて。パナソニックですね。パナソニック。パナソニックしか勝たんすね。電化製品は。僕は。ビリーブしてます。昔から。
そうっすね。結構貴重面かもしれない。変なところでなんか手抜くっすけど、これがちょっとあのめっちゃ臭いスニーカーっす。もういいかなこれ、諦めるか。もういいかこれ。まだ臭い。臭いっす。臭いっすね。まだ。え？臭いっす。しゃあないっす。あ、でもマシっすね。ちょっとマシ。マシっすね。酸っぱいのかな、どうなんだろう。嗅いでもらいたいですね。ひも。入ってもらえないです。だからリアトズ待ちで。10円玉、本当なのそれ。どういう原理よ。どういう原理よ、10円玉入れる。いや、トラビス履かないっす。高すぎます。いらないっす。靴なんかすぐ臭くなって汚れるのに、あんな20万30万もする靴なんかいらないっすね。マジで。銅は抗菌。そうなんす。臭くないの？レモン、なんで？全部入れるか？みかん飴とみかんちゃん、10円玉、こんな臭くなると思わなかったな。おじさんだからかな、やっぱり。おじさん臭いんだね。あー、プラチナブロック、あ、聞いたことあるの。ねえ、おじさん臭いの、足が臭いの、困ってんの、臭すぎて。これじゃ女の子切られちゃう。彼女できないわ、臭すぎて。女の子に会えない。せいさんって臭いんですね。こんなに臭いと思いませんでした。さようなら。ちょ待てや、振られちゃう。
違う角質意味あるんですよ。縦結びダメなのこれ、おかしいのこれ、これダメなの、こうじゃなきゃダメなの、わかんないやり方、これ回転させればいいんじゃないの、縦になっちゃうの、なんでなんかあるんす結び方が縦になっちゃうですね、なんなんこれ、なんかあるのやり方が、横になんない、なんないんだけど、死んだ人そうなわかんねえもん、あるのそんな、死んだ人が結ぶ、俺毎回これだぜ、毎回あの女の子にさ後ろでリボン結び結んでやる服とかでも元カノさんとかで結んでちょっと後ろでつってあんじゃん洋服とかで全部縦にやってきたで、今まで。わかんないもん、これしか。横になんないんだよ、俺なんか結ぶんだけど。何が悪いんだろう。元カノさんたちの洋服とかリボンとか、全部縦に縛ってきたで。横にならんねえんだよね。なんでなんないんだろうと思って。反対なの？何が反対なの？わかんねえんだよな。なんで縦なんだろうとずっと思ってたんですけど、誰も聞けずに42歳来ちゃったんですね。何が悪いんだろう。結び方が何？おかしい。逆結び。逆に結んでた俺。下になった紐をリボンにしてね。下になった紐を。言ってる意味が分かんない、目の前で実演してくれないと分かんないです、覚えられないです、難しい、ググって、縦でもいいかなって思ってきましたね、なんかみんなと一緒が嫌なんで、みんながやってないやつがいいですね、うん、そんなのね、死んだ人が結んだ結ぶやり方とか、死んだ人が何でそんな立てますね、固定概念とか嫌ですね、なんかみんなと一緒が嫌です、盾を流行らせたいです、逆に、うん、マジックテープにするか、もうペリペリにするか、ペリペリ、縛らない通し方ある、なんか TikTok に見た、なんかすげえ遠回りさせんだよね、そうすると紐がだんだん短くなっていって縛んなくて済むんだよね、あれすごいよな、 TikTok で見た、外人さんがなんかやってた、すごいあれあるよね、ブロックスにするか、ダメかも、スニーカーダメだな俺、雨降ってきた、裸足でいいかもカバなんだからな、もういいよな靴とか
雨の日はだるいよな、靴が濡れちゃうもんな。スリッポンって何？スリッポンってこうでしょ、リボン下になった方がこうじゃないの、こうか、こうか、なんで縦なんだろうな。合ってるか、あ、来たんじゃね、来たんじゃね、来た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 、できた、できるやん、これでも縦になっちゃう。なんで縦になったんだこれ、こうでしょ、まぐれかもしれないわ、こうか、あ、来たんじゃない、来たっしょ、来たろ、枠終わるっすね。皆さん無料アイテム最後にお願いします、無料アイテムお願いします。 めっちゃ綺麗にしました、まだマシっすね、まだマシ、最初で全然いいと思う。無料アイテムきなこお願いします、きなこありがとうっす、ありがとうっす、きなこありがとうございます、うわいっぱいあります、きなこありがとう。一応午前の部一回終わりますね、これで午前の部パルちゃんも終わる、マジで、いやとりあえず休憩挟みたいですね、ちょっと休憩を一旦休憩させてください。もう、ね、ネタ切れです、正味、あのはっきり言います、ネタ切れです、開始1時間半ぐらいでもうネタ切れでしたもん、すいません、ちょっと休憩したいです、寝たない、寝たないんです、おつかばありがとう、お兄ちゃんね、またね。